トップ3に与えられる宿、癖が強すぎる授業が存在すると噂の山形県東海大学山形高校を紹介します。全国高校紹介ツアー山形編。一つ目に癖が強すぎる授業が存在する。この高校毎週2時間現代文明論っていう授業があるんだけど、これでもかっていうぐらい松前茂吉さんの話をされるらしい。誰？その授業がなければ恨みに学校来る必要もないし、冬休み春休みに入るタイミングが遅れることもないだろう。この派で生徒からは不満の声がちらほら。その通りだと思います。二つ目にコースの幅が広い。1学年ではまず基礎学習を行って、2学年では情報ビジネスコース、福祉コース、自然コース、スポーツコースの4つに分かれて受けることができるらしい。幅広。東海大学の関係施設が海外にもあるから、ハワイとかに研修も行けたりしちゃうらしい。3つ目にトップ3に与えられる宿。この高校学年トップ3に入ると1人ずつ部屋が支給されるらしくて、学校に寝泊まりすることができたらしい。だから1日中勉強に向き合える。ちょっと気にならない。他にも紹介してほしい中高大学があったらよかったらコメント欄で教えて。オンレッスン30分からの全く新しいオンライン学習塾もやってるんで、よかったらリンクから見てみてちょうだい。